九州山口を管轄する在福岡アメリカ領事館のチュカ。ちかしいけ主席領事が着任し。記者会見で抱負を語りました。皆様。こんにちは。この度。在福岡米国領事館に。出席領事。として。着任した。橋家です。本日は。 新たに領事館のトップに着任した足池氏はアフリカ系アメリカ人として初めての首席領事で現在42歳ですアメリカの証券会社ゴールドマン・サックスで金融アナリストとして勤務後2006年にアメリカ国務省に入り本省やアフリカなどで経済関連の業務を中心に従事してきました日本での勤務は初めてで妻子に加え愛犬とともに赴任してきたということで 芦池氏は太宰府天満宮や野球の試合観戦などさまざまな場所を訪れて3年間の在任中多くの人と交流したいと述べました。